明日に一番近い気象情報、気象予報士の吉井さんです。はい、まずは雲の様子から見てみますと、はい、小笠原諸島に接近した台風17号、父島では 33.4 メートルの最大瞬間風速を観測するなど強い風が吹き荒れました。はい、この台風、この先は日本の天気に直接の影響はなさそうです。陸地から離れたところをスピードを上げながら進んで、北緯50度を超えたカムチャツカ半島の東で金曜日にようやく温帯低気圧に変わる予想です。はい、そこで問題です。来ました。はい、台風というのは日本付近まで来ると上空の寒気の影響などで大体その生涯を終えます。はい、ただ稀に台風のままずっと北まで進むものもあります。うん、さあ、じゃあどこまで北に行ったことがあると思いますか？考えたことなかったんですけど、うん、北海道のちょっと北あたり、ちょっと北あたり、はい、正解はこちらです。北緯57度です。ずいぶん北ですね。はい、1967年の11号はカムチャツカ半島に台風として上陸した記録が残っています。うん、ちなみに台風として北緯50度を超えたものは統計開始以来わずか13、全体の 1% 以下なんです。うん、となると今回の台風17号も珍しい台風になりそうですね。なるかもしれませんね。さて、この時間は雨の降っているところがあります。レーダーで雨雲の様子を見てみますと、山陰から東北の日本海側にかけてや四国から紀伊半島にかけて雨雲が広がっています。明日も湿った空気などの影響ですっきりしない天気のところが多そうです。明日の詳しい天気の移り変わりです。朝から昼前にかけては近畿や北陸、東海などを中心に雨がところどころ降りそうです。その後は東北の一部でも雨が降りますが、今日より範囲は狭くなりそうです。北海道や関東、九州南部などカラッと晴れる時間が長いところもありますが、全国的には雲の多い天気となりそうです。はい、今日は日差しの下では暑く感じたんですけれども、うん、はい、明日の気温どうでしょうか？はい、この時期らしい気温のところが多くなりそうです。今日日中を振り返りますと、はい、雨の広島では 24.4 度と10月中旬並みの涼しさだったのに対して、名古屋では 31.2 度と真夏日でした。それが明日になりますと、広島では2度上がる一方で、名古屋は5度下がってともに26度、平年並みとなりそうです。うん、今日暑かった東京や大阪も風が少し涼しくなるでしょう。日中は過ごしやすいところが多いでしょう。では明日の天気です。近畿や東海、北陸は午前中雨のところが多く、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。東北や四国、中国地方はにわか雨のところがありそうです。北海道や関東、九州では日中広く晴れますが、北海道では濃い霧の出るところがあるでしょう。明日の予想気温です。最低気温、九州から関東は20度前後のところが多いでしょう。最高気温、北日本や北陸は25度以下、鹿児島は31度と真夏日の予想です。明日午前中の降水確率です。北陸は 50% 以上、大阪も 50% です。明日午後の降水確率は盛岡で 40% です。週間予報です。あさって木曜日はまだ雲が広がりやすいですが、金曜日は那覇で雨が降るほかは晴れるところが多くなるでしょう。気象情報でした。